俺の副官は AWM。はい、どうも、スコアです。今回はですね、ダイヤを増やす方法というわけで、ダイヤをダイヤで増やす方法です。夢のですね、永久期間、ついに完成しました。はい。というわけでですね、早速やっていきたいと思います。まずですね、前提としては結構ダイヤを持っておく必要があります。まあ、今回はこの8万ダイヤ僕持ってますんで、これを活用しながらやっていこうと思います。まずですね、まあ、造物師持っていたら、ここをですね、活用した方がいいです。で、ここ活用して、まあ、250ダイヤ割引券、これをね、ちょっとね、まあ、20枚、30枚、40枚ぐらいかな、ちょっと買っておきましょう。ちょっとね、ここは飛ばしますよ。でもある程度買い切りました。こんな感じで。俺待って、これ交換しすぎやろ、これ。71枚も交換しとるし。バカやん、これな、完全にな。まあまあ、いいです。それで、ショップの方行きますね。ショップに行って、銃器行きます。銃器のまあ何でもいいんですけれど、今回まあアサルトライフルの、このサッカーのやつあるじゃないですか。サッカーのやつ。これですね。このサッカーのやつ、どれでもいいです。買ってないやつあったらまあどれでもいいです。まあ今回ちょっと下の方に確か、スカーがあるんで、これを使いましょう。で、これを使うんですけれど、これの30日間を購入していった後、それをね、倉庫に保管して、で、それでから最後に永久を買って、ダイヤを増やしていくというやり方ですね。うん。30日間がこれ2000で買えるんですけれど、永久買った後使うと2400になるんです、ダイヤ。なんで、その差額の400分で儲けるといった感じなんで、まあ、多くダイヤを持っておかないと、この永久買うとき8000使っちゃうんで、これ赤字になっちゃいますから、まあ、なんでダイヤが多く必要なんですけれど、たくさんダイヤ持ってる人はこれでワンチャンね、夢の永久期間がこれ完成できると、まあその重機スキンで許す限りは夢の永久期間ができるといった感じです。というわけで早速僕もやっていきたいと思います。まあその皆さん気をつけてほしいのが、買いすぎてダイヤ8000余らせてないっていうことが起きると思いますんで、それだけはちょっと気をつけてください。まあさっき割引券買ったのは、割引券買っておいたらその割引券の差額分もダイヤにできるからというわけなんですよね。というわけで早速やっていこうと思います。さあ、これでですね、僕も交換しきりましたんで、スカー最後ですね、永久買ってから30日間の方使っていきたいと思います。これで永久を買います。まあ装備とかはせんでいいです。で、ここから倉庫に行って、倉庫でこの体験、ほら、1個2400でしょ?これを全部ダイヤに交換すると。交換することで、今回は、98400ダイヤになりました。まあ8万ダイヤ使って、でプラス1万9000ダイヤですね、まあ、こういう資産運用みたいなことできますので、皆さんよかったらされてみてください。こんな感じでいろんな情報を動画にしておりますので、チャンネル登録、高評価、通知のオンよろしくお願いします。 Twitter やってます。フォロワーしろと言われたらフォロワーしますのでよろしくです。 TikTok、ミラティブ、ソシャルの方もやっておりますので、そちらもよろしくお願いします。それでは。